どうも皆さんおはようございます。工藤です。6月10日、今日は金曜日ですね。はい、1週間の最後かと思います。で、現在の時刻は6時20分。はい、ちょっとまあ寝坊じゃあ寝坊かちょっとね、いつもより遅く起きまして、はい、まあちょっとそれ以外にもね、ちょっと遅くなってしまった理由はあるんですけど、ちょっとね、お腹の調子、潰瘍性大腸炎ではなくて、昨日夜食べたものがね、ちょっとちょっと紹介しようかなとはね思ってるんですけど、はい、まあちょっと昨日食べたものがね、はい、あまりお腹にいいものではなかったので、ちょっとそれでね、お腹壊したりして朝からねちょっと苦しんでたりとか、あとはね、ちょっと今日のこの配信の本題にはなるんですけど、それを話すためにこうね、私の方でもちゃんとこう調べてから喋ろうと思って、ちょっとその動画をねちょっと見たりしていて、ちょっと遅くなりました。はい、まあ、といってもね、今回の本題なんですけど、そんなに喋ることはないんですよね、本当に。ちょっとどれだけ喋れるかわからないんですけど、そもそもね、情報自体がまずそこまで出てないっていうのもあるので、ちょっとどこまで喋れるかわかりませんが、はい。じゃあ早速ね、今回の本題いきたいと思います。はい。今回の本題、というかお話ししたいのは、昨日の午前の7時ぐらいからやってた、Netflix のね、Geek to Week っていうのが、はい、今週行われておりまして、で昨日の、まあ、日本時間の朝7時ぐらいから、Netflix の Geek to Week のアニメデーみたいなものが行われてたんですね。はい、で私もね、リアルタイムでその動画を見てたわけでは実はないんですけど、はい、でこの前の配信でいつだっけ、昨日だっけ、おとといぐらいの配信で、まあ、そのネットフリのギークトゥウィークの話をしたんですけど、その時にね、サイバーパンク、2077っていう、まあ、ゲームがありまして、そのゲームの、まあ、アニメーション、まあ、アニメ化が、まあ、されて、サイバーパンクエッジランナーズっていうね、まあ、タイトルになってるんですけど、はい。まあ、その情報がね、昨日出ました。はい。なので、今回は、サイバーパンクエッジランナーズのちょっとお話をできたらいいなと思っております。はい。といっても、さっきも言ったように、本当にね、なんだろう。映像がちょっとまあ公開されたりとか、サイバーパンクのね、制作陣の、裏話的なものが公開されたりとかっていう程度で、実際にそのアニメのキャストとか、まあ、主題歌だとか、っていったところはね、まだ何にも、公開されてなくて、あとは、あれですね、公開日が決まったってことくらいかな。うん。なので、まだまだね、情報が、出てないというか、出たばっかりなので、まあ、そこまでね、今回長くならないとは思うんですけど、うん。はい。というわけで、早速見ていくんですが、まず公式サイトがあります。はい。ちゃんと用意されてます。Netflix のね、アニメーション作品って結構公式サイトがなかったりっていうね、場合もあって、この前話したやべ、タイトルが出てこない。ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデン。うん。っていう、まあ、あれは全部で5話かな ?5 話、ん?違う、5話じゃない、6話。あ、5話か。あれ?うん、まあ、それぐらいのね、ちょっと短い。まあ、映画で言うと長めの、2時間半くらいある長さのアニメーション、ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデンっていうね、作品がありましたが、あれは、公式サイトがなかったですよね。うん、公式ツイッターはあるけど、公式サイトがないみたいなアニメだったんですが、今回のサイバーパンクエッジランナーズに関しては、ちゃんとアニメーション用の
公式ホームページが用意されていると、うん、いう感じになりますね。はい。今後ね、そのキャストだったり音楽みたいな情報が公式サイトでちゃんと公開されていくのかはね、ちょっと、なんか微妙ではあるんですけど。うん。現在もね、別にそのキャラクターの情報とか書いてあるわけではなくて、まあ、簡単なイントロダクションと、あとギャラリーということで、公式のティザー動画、舞台裏の動画、限定映像、みたいなものが見れるようになってるだけって感じですね。はい。で、まあ、そもそもなんですけど、サイバーパンク2077だっけ？サイバーパンク2077か。っていう、まあ、もともとゲームなんですけど、ご存知の方はどれくらいいるのかな？うん。私もね、名前は知っています。はい。名前は、結構ね、有名な作品でもあるのかなと思いますので、私も一応知ってはいますし、まあ、どんなゲームなのかっていう、おおよそのことはね、わかるんだけど、実際に遊んだことはないです。私も。はい。だから、その、ゲームをプレイしたユーザーじゃないと、楽しめない作品になってるのか、まあ、それとも私みたいに、ゲームの内容を全然知らない、ゲームは一切やったことがない人間でも、まあ、楽しめるようになってるのかっていうところなんですけど、まあ、パッと見た感じね、私の完全に偏見というか、第一印象ではありますけど、ゲームは、やってなくても全然楽しめる内容になってるんじゃないかと、うん、映像とかね見てなんとなく思いました。うん、そのゲームの主人公とそのアニメの主人公だね、登場人物を見た感じ、なんかね、別にそのゲームのゲームで描かれてるものをそのまま描いてるっていうのとはまたちょっと違うみたいだね。はい。なんかちゃんとそのアニメはアニメで、主人公の名前なんだっけな、名前がね、どっかに書いてあったと思うんだけどね。インタビューの中でなんか言ってたんだよな。なんだっけな、主人公の名前。さっき見たばっかなんだけど、ちょっと忘れましたね。主人公ね、男性キャラクターで。で、ヒロイン的な立ち位置にあるのが多分ルーシーっていうね。これは覚えてるんですけど、ルーシーっていうね、キャラクターがいまして、うん。まあ、なんだろうね。ゲームの中では、多分出てきてないと思うんだけど、まあ、実際にプレイしたわけじゃないので、ちょっとあまり深くはわからないんですけど、はい。まあ、どちらにせよ、でもやっぱゲームはやってなくても、アニメから、まあ、入っても楽しめる作品にはなってるんじゃないかなと、勝手に思ってますけど、どうなんでしょうかね。もちろんゲームやってる方がね、世界観とか、なんかそういう細かい部分が理解しやすいから、まあ、よりね、アニメを楽しめるとは思うけどね。とは思うけど、でも私みたいにゲームを全くやったことない。サイバーパンクって何ぞやみたいな人でも、まあ入りやすくはなってるんじゃないかなと、思いますけどね。はい。一応今ね、ゲームの方のページというか公式サイトを開いてるんですけど、まあ、あまり気にしなくていいのかな。普通にだからアニメ作品として、サイバーパンクエッジランナーズというアニメ作品として楽しめるんじゃないかなっていう。ことです。はい。まあゲームをね、先に遊んでみるっていうのもありだと思うけど。まあでもね、サイバーパンクのゲームもね、結構いろいろありましたよね。なんか、今はちょっとどうなってるか分かりませんが、一時期出た時はね、バグだらけで、結構評価もね、あんまり良くなかった印象なんですけど、確か、
発売前もなんかバグ修正のためにこう発売が延期されたりとかっていうこともありましたよね、確かね。うん、で延期を重ねて、でやっと発売されたと思ったらバグだらけっていうねことだったんで、まあ最初こういうそのサイバーパンク2077が出るっていう風な情報が出た時はおーすごいっていう風なことで話題になりましたけど、そこから発売延期延期って感じになって、出たらバグだらけ、おい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 みたいな感じになって、でもまあでもそこからねアップデートでこうバグが修正されたりしつつ、少しずつねこう評価は上がってった確か印象がねあるんだけどね、うん、今はちょっと分かんないです、実際どれだけのユーザーが遊んでるかとかはね、うん、まあ私が好きなゲームのジャンルではないんですよね、あんまり。その、なんだろうな、まあ、オープンワールド系のゲームは別に嫌いじゃないんだけど、まあ、ちょっとこのなんだアウトローというか、うん、なんかギャングとかさ、なんかそういうのが出てくるゲームだよね。まあ、2077年の、まあ、近未来というか、近未来のサイバーテクノロジーのサイバーななんか世界観を舞台にした、そういう裏の世界の話、体をなんか機械で改造してサイボーグ化してみたいな、そういうゲームだと思うんですけど、うん、しかもねこれ18歳以上対象のゲームになってて、まあグロテスクなねシーンもあのもちろんありますし、まあ表現とか出てくるね、まあ話というかね、なんだろう、内容自体がやっぱりちょっとこうあまりその子供にいい影響を与えるゲームではない、うん、ちょっとエッチなシーンっていうか、そういうねシーンとか演出も確かあって、うん、まあだから18歳以上対象のゲームと Z、 セロが Z になっているというゲームになります。まあアニメはその辺結構抑えられているのかなと思うけど、まあでもティーザー動画見る限り、その、まあ、血がブシャーみたいな、銃で、敵のね、顔をこう、バーンみたいなのとか、敵の腕をこう、なんだっけな、なんかワイヤーみたいなやつでこう、スパーンみたいな、簡単に切り落とすみたいな、うん、シーンとかもあったので、まあ、グロさは、まあ、アニメでも、ある程度、表現されてはいるとは思うけど、だからアニメ自体も多分、まあグロさで言えば多分そのこの前言ったヴァンパイア・イン・ザ・ガーデンと同じぐらいなのかなと。あれもね、その血が出たりとか、まあヴァンパイアなんでね、血を吸ったりとか、あと戦闘シーンもあったりするんで、まあ血がこう飛び散るシーンとかもあったので、で、ネットフリックス上では確か15歳未満とか以下のね、視聴は保護者のうんたらかんたらみたいな、うん、ことも書かれてましたけど、まあおそらくそれの類になるんじゃないかなと、うん、同じような感じになるんじゃないかなと思いますけど、はい、まあエッチなシーンに関してはアニメでは描かれないんじゃないかなと思いますけどね、うん、どうかな、そこまでいっちゃうのかなっていう、うん、わかんないですけどね、うん、まあでもゲーム本ペンの方はまあ結構そういうシーンもありつつ、はい、まあ、18歳以上対象のゲームとなっています。はい、私の予想ではまあグロさはありつつエロさはまあ取っ払っていくんじゃないかなとね、うん、思いますけど、はい、勝手な予想ですけどね、はい、って感じで、あとはあそうで配信日なんですけど、配信日はね2022年の9月に、Netflix で配信開始となってます。はい。だからあと3ヶ月くらいかな。まあ7月からね、2022年の夏アニメが、まあ、スタートするわけですけど、うん、今の春アニメが、まあ、6月で終了して、7月からね、夏アニメが新しくね、また始まるわけですけど、まあ、今回のサイバーパンクエッジランナーズに関しては、
夏アニメが終わるんじゃねえかっていうタイミングでも始まると、うん、どっちかっていうとだから秋アニメと同じようなタイミングって捉えた方がいいかもしれないね。秋アニメの1ヶ月前くらいに始まるっていう感覚かな、うん、でね、全部で10話らしいんだよね、うん、10話構成のオリジナルアニメーションシリーズって書いてあるんでね、そう、全部で10話。日本のアニメーションはね、だいたい12、3話ぐらいでワンクールとなってますけど、サイバーパンクエッジランナーズに関しては10話で構成されているとなってます。はい。9月から始まって10話構成なんで、大体2ヶ月ちょいぐらいで終わるのかな、だからね。うん。9、10。11月の途中ぐらいで終わるんじゃないかな。多分。まあ、9月もどのタイミングで配信されるか分かりませんけどね。9月の後半で配信されたら12月にめり込む。めり込むっていう？めり込む？滑り込む形にはなるかもしれないけど、うん。まあ、9月から始まって10話構成で配信されると。いう感じですね。もしかしたら10話一気にバーンって出る可能性もあるね。むしろそのタイプかもしれないね。うん。今やってるやつだと、まあ、コミさんとか、うん、コミさんはコミショーですとかがネットフリックスで、今、毎週配信っていう形になってますけど、ヴァンパイア・イン・ザ・ガーデンとか、あとさらに言うと、地球外少年少女とか、ね、あの辺の、作品ってもうネットフリックスで配信なんですけど、もう一気に全話もうバーンって全話公開みたいなね状態になってるんで、もしかしたら9月になったら あれもそうだ、あのタイガー&バニーの2今入ってますよね。あれももう、1話から13話だっけくらいまでもう一気に、ね、全部見れるようになってて、で私はまあその春アニメとして見たいので毎週1話ずつね見てはいますけど、もうすでに最終回まで見れるようになってるんですよね。うん。Netflix は結構この手のタイプが、うん、多いかなと思うので、もしかしたらサイバーパンクエッジランナーズもそのタイプじゃないかな、配信方法としては。うん。だからまあ何月に終わるっていうよりは9月に全部配信されて、あとはもう好きなように見てくださいみたいな感じかもしれないね。うん。まあだとしても私はまあ1週間に1話ぐらいのペースでゆっくり見ていこうかなと思ってますけどね。はい。というわけで Netflix で2022年9月から配信開始となっています。はい。で一応まあ公式のねサイトのイントロダクション、まあ、ちょっとしたものなんだけど、サイバーパンクエッジランナーズはテクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市で多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローのん、だから日本語が変だな、ちょっと待って、え、なんかちょっと日本語が変だなこれ。一応 Google 翻訳とかでサイトを翻訳してるわけじゃないんだけど、ちょっと日本語訳変だなちょっとね、あの巨大一般化した巨大都市で多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローの傭兵みたいなとこで終わってんだよね。え？みたいな困難を乗り越えながら、え、正しくなんだ、多くの犠牲を払い困難を乗り越えていくアウトローの傭兵でキャラの名前みたいな感じじゃないのかな、うん、なんかちょっと変だよね。多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローの傭兵、ここで切るみたいな、なんかで、すなわちサイバーパンクの道を歩んだ少年の物語を追う10話構成のオリジナルアニメーションシリーズ、うん、すなわちなんか日本語の使い方違和感あるな。すなわちとかって、ね、なんだろう、うん。すなわちサイバーパンクの道を歩んだ少年の物語を、うん。まあまあまあいいか。なんとなくニュアンスは伝わるけどね。はい。って感じです。
まあ、さっきもまあゲームの内容少し話しましたけど、そういうテクノロジーだったり近未来のね、2077年が舞台だったかな、うん、だから2077なんだけど、ね、サイバーパンク、はい、人体改造が一般化していて、もう体をねその機械でサイボーグ化するみたいな、で身体能力を上げるみたいな、まあ、そういうのが一般化している巨大都市が舞台と、うん、なっているみたいですね。はい、あとはまあギャラリーとして公式のティーザー動画、はい、私も見ました。1分2分弱ぐらいかな。で舞台裏の動画はね、まあサイバーパンク2077のおそらくゲームを作っている海外のスタッフたちのインタビュー動画で、それに加えて、まあ、トリガー、日本のねトリガーっていうアニメーション制作会社の、代表と監督と、あれは作画監督の人かな、かな、うん、とかのなんかトークがちょっと見れる舞台裏の動画、あとはまあちょっとしたなんか限定映像、うん、アニメーションの一部かな、うん、が見れる動画になっています。はい、ってくらいですね本当に、うん、それ以外はまだ何にも出てないです。はい、まあ、キャストが誰になるかっていうところは気になるところではありますけどね。公式のそのサイバーパンク2077ゲームの方の公式サイトを見ると、ウェブ CM として、日本語吹き替え版、これはあれだって、誰だっけこの人、マトリックスのさ、やばい、俳優さんの名前なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。さっきそのウェブ CM のね日本語吹き替え版の動画見たら、森川さんがね、森川俊之さんが、声をやってたんだけど、実際サイバーパンクのゲームの方って日本語吹き替え版誰がやってんだろう、これちょっと待って調べていい、声優誰がやってんだ、あはいはいはい、あ出てきた出てきた、なるほどなるほど、サイバーパンク2077、まあ、ゲームの方ね、ゲームの方の声優さんは主人公 B っていうらしいんだけど、 B は声優さん小林さんですね。これ何て言うんだっけ、小林、あのあれ、あの人、あの人、ゴールデンカムイの近広さんだ、そう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 、近広さん、小林近広さんが B の声をやっているみたい。ゴールデンカムイの主人公の、不死身の富士見の高杉じゃなくて杉本富士見の杉本の、声をやっている小林千佳弘さん。ただねもう一人声優が書いてある、ね、これなんだろう、清水梨沙さん、 なんか女性、あそういうことかな、え、いやサイバーパンクの主人公って女と女性、あ男と女で選べんのかな、ちょっとね実際に遊んだことがないのでわかんないんだけど、一応なんか B の声優として小林千佳弘さんと清水梨沙さん2人書かれてますね。うん、でジョニー・シルバーハンドは森川さんか、うんうん、ジャッキー・ウェルズが上田洋次さんだっけか、これ上田洋次さんだね、うんうんうん、あと T バグ宮島エリさんかな、うん、なるほどね、日本語キャスト陣も結構いるんだね。ただまあそのアニメーションの方、今回紹介したサイバーパンクエッジランナーズはまあ明らかにキャラクター全然違うんで、まあ小林さんがそのままゲームからねやるってことはないとは思うね。うん、明らかに雰囲気違うもん、全然主人公と、まあ、主人公とっていうかアニメとゲームで主人公の雰囲気が全然違うので、さすがに小林さんだとちょっと違和感あるかな。まあでもどうかな、このデザインで小林さんの声か、小林さんの声ってさ、まあゴールデンカムイの杉本の声とか分かる人ならあのなんとなくわかると思うんだけど、結構やっぱ大人の男性っていう感じが
ね、こう落ち着いた雰囲気っていうかね、な印象があるんですけど、サイバーパンクエッジランナーズの主人公はどっちかっていうとなんかまだ若くてなんかやんちゃやってるみたいな、まあ、やんちゃっていうかアウトローなんだけど、アウトローだからまあやんちゃやりまくりなんだけど、うん、なんかもうちょっと若い男性のキャラっぽい印象かなっていう、うん、感じなんで、小林さんはちょっと違うかなっていう気はしますね、個人的に。ですね。あとはルーシーが誰になるかな。ルーシーは誰だろうな。ルーシーはまあキャラの印象でいくとクールな寡黙な感じの、そして強い、クールで強い、なんか淡々と仕事をこなすタイプのなんかキャラクターのイメージですけどね。誰だろうね、誰が合うかな。うん、誰だろうな。はい、まあ、私はまあ結構ね、声優さんとかも好きなので、キャストが誰になるのかとか、まあ、結構気になるとこではありますね。うん、あとは主題歌、おそらく主題歌もちゃんとあると思うんだけど、主題歌を誰が歌うかっていうところかなと。うん、はい、あと言ってなかったけど、アニメのその映像とかもね見れるんですけど、サイバーパンクエッジランナーズの、まあ、制作はトリガーさんがね、まあ、手掛けていて、すごいね、やっぱトリガー味ありますよ実際に見てもらえればわかりますけど、すごいね、トリガー味はやっぱあるね。うん、そのまあサイバーパンク2077のゲームのアニメーションっていうことで、まあ、どうなんのかなって思ってましたけど、なんかまあ内容的にはもちろんそのゲームサイバーパンクの2077のアニメではあるんだけど、実際にそのアニメの動いてる映像を見ると、あーこれトリガーの作品だわってわかるぐらいの感じには、ちゃんとねトリガー味のあるアニメーション作品にはなってますね。はい、だからトリガーのアニメーション作品、まあ、この前も言いましたけど、キルラキルとか、すげえなこれ、トリガーのページ Welcome to Studio Trigger、 トリガー、あ、10周年記念なんだね。はいはいはい、今石博之の世界、グレン・ラガン、キルラキル、プロメアを作った男今石博之の世界展公式図録みたいなはいはい、あ、ダイナゼノンね、はいはい、グリッドマンとかダイナゼノンもね、トリガーさんが手掛けてるんですけど、あれも面白かったよね。今また新しく作ってんじゃなかったっけ、あれちゃったっけ、あれあれダイナゼノンで一回終わったんだっけ。私一応全部ね、グリッドマンもそうだし、ダイナゼノンも全部見たんですけど、アニメね見たんですけど、あれ次なんかまた作るって言ってたような気がするんだけど、気のせいかな。まあいいか。はい、まあそんな感じでトリガーさんもいろいろ面白いねアニメーション作品作ったりしてますので、トリガーの公式キャラクター、トリガーガールズってな、そんなのがいいの。あ、こんなのもあるんだ、面白いね、ちょっと後でゆっくり見よう。はい、応援イラストみたいな感じかな、 This month's illustration。うんうんうん、はい、というわけで結局30分くらい喋っちゃったけど、はい、というわけで、今回は、ゲームサイバーパンク2077のアニメ化ということで、トリガーさんが手掛けるサイバーパンクエッジランナーズというアニメーション作品についてお話ししてきました。はい、まあ、まとめるとっていうか、最後に言いたいのは、だから2022年の9月
あと3ヶ月後ぐらいに Netflix で配信が開始されますよっていうことですね。はい。とりあえずそこまではでも待つしかないっていう感じ。うん。まあ、もしね、続投情報がね、キャストとか、主題歌とかっていうのが発表されたら、まあ、気分が乗れば、お話しようかなと思いますけど。はい。うん。まあでもあと3ヶ月ぐらいしかないからね、もう始まるの待つだけでもいいとは思うけど。うん。はい。一応概要欄とかにね、公式サイトとか貼っておきますので、はい。実際に自分で見てみたいなっていう方は、チェックしてみてください。はい。というわけで、今回はここまでにしようかなと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。